ためになる感染対策のこと、換気のこと。新型コロナウイルスなどの感染症に対して有効な対策の一つである換気。さて、効果的な換気をするために大事なことは次の3つのうちどれでしょう。 A. 窓を開け扉を閉める。 B. エアコンをつける。 C. 窓を2箇所以上開ける。正解は C の窓を2箇所以上開ける。部屋の対角にある窓を2箇所以上開けると空気が流れやすくなるからなんです。もしも窓が1箇所しかない場合は、換気扇を常につけながら窓を開けたり、窓と一緒に扉を開けるのも効果的です。ためになる感染対策のこと、ぜひあなたの感染対策にご活用ください。